新井和五郎、お超夫人の幻想の一シーン影アニメーションとは、キャラクターを黒い影として描くアニメーションのこと。方法は様々だが、関節が動くように繋げた切り紙に、後ろから光を当てて撮影する方法が一般的。影絵芝居の影響を受けているが、技術的には多くの点で異なっている。シルエットアニメーションと呼ばれることもある。ヨーロッパの影絵アニメーションは、 影絵芝居とシルエットにインスパイアされて同時多発的に生まれたものと思われる。1909年にイギリスの映画監督チャールズ・アームストロングの短編ザ・スポーティング・マイスを作ったが現存している最も古いものは同監督のザクラ・ウン・アンド・ヒズ・ドンキーである。この作品は背景が黒くキャラクターは白い影絵になっている。一方、ドイツでは ロッテ・ライニガーが初情作、ダス・オーナメントでフェルリプトン・ハーツェンスを作り、こちらはキャラクターが黒い影で、現在の影絵アニメーションのスタイルを確立させたと言える。そのライニガーのアクメット王子の冒険は、世界初の長編影アニメーションで、世界中に影絵アニメーションへの関心を呼び起こさせた。日本では、その2年後に、鈴木敏夫が40人の盗賊を作ったが、 それ以前にも、カニマンジエンギという影絵アニメーションが存在していた。今日、純粋なプロの影絵アニメーション映画は稀で、専門のアニメーターも少ない。しかし、デジタルで作られた影絵アニメーションが、サウスパーク、モナ・ザ・ヴァンパイア、さよなら絶望先生、ゲームのドンキー・コング・リターンズなどで、部分的に使われている。ライニガーが開発した伝統的な影絵アニメーションの、 技法は、切り紙アニメーションの応用である。まず、紙や板金で作られた切り絵を、糸や針金、留め金具で接合する。それを、撮影台の上に乗せ1コマ1コマ撮影する。多少の相違はあるが、大藤信夫やブルーノベットゲの影アニメーションはそうした技法で、作られた。一方、ミッシェル・オスロのテレビシリーズ、シネシは少し異なり、 切り紙アニメーションとセルガを組み合わせ、さらに実写とクレーアニメも使われている。近年はコンピューターアニメーションで影アニメーションが作られている。オスロはアズールとアスマールの一シーンで 3D レンダリングを使っている。アカデミー賞短編アニメ映画賞にノミネートされたジャスパー・モレロの冒険では 2D のキャラクターと 3D の背景で作られている。またヤンコストの アワーマンイン・ニルバーナとジャングルブックにはインドネシアの影絵芝居はヤンクリで使われる操作棒をコンピューターアニメーションでわざわざ再現している。影絵アニメーションは当初モノクロで表現されることが多かったが、ライニガーはジャックと豆の木でフルカラーの背景を用いた。着色した半透明のキャンディーの包み紙がステンドグラス的な効果を生んだ。 オカサーニニコレットでは、半透明のプラスチック編で作られたカラーパレットを使用した後の映画監督たちは、アクメット王子の冒険を真似て、背景は一色か二色、そのトーンを変えて使うカラーの影絵アニメーションを作った。キャラクターもフルカラーにすると切り紙アニメーションになるが、キャラクターが横向きの場合に限り、カラーの影絵アニメーションと呼ばれることある。ありがとうございます。